で、まあちょっとせっかくなんで、あの日本代表のこともね、ちょっと、うん、ちょっとどころか、まあめちゃめちゃ今テンション高いんで、あの本当にあのベスト16、本当におめでとうございます。ありがとうございます。で、まああの、まだ大会続いていくんで、細かい総括は、大会が終わった、もしくは日本代表の、うん、大会が終わった時点で、ちゃんと総括しようと思って、細かいことは言わないでおこうと思うんですけど、クロアチア戦になったので、ベスト16の試合が。まあ最初はあの、昨日というか、まあ今朝か、試合やりながら、まあそちらのね、ドイツの試合とかもこう見つつ、どうなったらどうなるんだみたいなこうやり取りしてて、モロッコの方がいいんじゃねえとか、いやクロアチアでしょみたいな意見もみんなで言ってたんですけど、まあどっちが来てもってか、どっちと戦ってもって感じはあるんで、うん、うん、今回モロッコも本当強いから、だからまあやるだけかなとは思うんですけど、でもまあドイツにも勝てて、スペインにも勝てたんで、あのサッカーとあのインテンシティでゲームを進められれば、もうクロアチア戦も本当不可能なことはないかなと思ってるんで、ちょっと期待してベスト8以上、いけるように応援したいなと思ってます。ちなみになんか俺見てて思ったのが、はい、あ、ごめんね、さっきのドイツの話に一瞬だけ戻っていい？はい、一応戻るよ。はい、スペイン、お前らドイツとコスタリカの点数見た瞬間に攻撃やめんのやめろよあれやめたんすかね。あれもう分かってたと思うよ。もういいか感が超出てたもん。あれはね、明らかにスピード遅くなったからね、攻撃の。まあね、うん、がむしゃらに残り時ですよね。がむしゃらに、がむしゃらに行ってて、明らかにドイツの情報が入った瞬間からスピード落ちたのは分かったので、うん、あれはちょっと正直ちゃんとやってほしかったな。まあでもしょうがないっすよ。しょうがないんだけど、はい、でしかもスペインにしてはあれによってブラジルのいるブロックを避けられたわけだから、ね、まあね、結果的にね、結果的にね、そうはないとか、うん、ルイス・エリンケ監督もそう言ってるけど、でも絶対それはあると。うんうんうん、うん、まあいいや、それが一個、それはあとで、はいはいはい、でクロアチアなんだけど、うん、クロアチアは多分ドイツとスペインより強いです。まあそれは思ってます。うん、うん、今回すげえね、完成度が高いので、どの試合見てても、うん、強いね。いや強いっす本当に。モドリッチがやべえし。そう、モドリッチがすごい。うん、あとあのなんだっけ、俺すげえなって思ったのが、今ライプツィヒにいるセンターバックの、うん、ルなんだっけうん、フェイスガードしてる、うんうんうん、彼はもう多分次の多分夏の移籍市場とかでメガクラブ取りに行くんじゃないですか。かもしれないね。うん、彼マジでやばいっすわ、あれは。でやっぱそのね、スペインとかドイツよりもがレベル低いとかではないけど、やっぱクロアチアは多分ドイツスペインよりも守備の意識というか、うん、そこのなんかこうハードワークの感じは多分強いと思うから、うんうんうん、だから多分カウンター狙ってで浅野選手とか前田選手のスピードでって言っても、多分なかなか振り切れない感じになると俺も想定はしてるので、うんうんうん、そこはちょっとどうするかなっていうのと、あとやっぱモドリッチがマジですごいから、うん、そこをちゃんと中盤で抑えられるかどうかっていうとこですよね。グバルディオル、グバあ、そうそ う, そうグバルディオル、あれに似てるね、うん、グバルディオラ、グバルディオラに似てる、そうね。うん、っていうところかなとは思いますけど、でもまあまあまあやるんじゃねえかな。クラマリッチとそのコバチッチのあたりの連携とかもそうだし、うんうん、やっぱ前回準優勝なだけあってすごい強いよね。そうですね、うんうん、なんか意外とそのネームバリューで言うとそこまでではないけど、うん、その代わりなんか一人一人の選手のなんて言うんだろうな、総合値が高いというか、うんうん、ウィーレで言ったらなんか80が多いみたいな。ああね、うん、そういう選手が多い。なんかどれかが95みたいな抜けてるような選手は少ないけど、80、80、80、80ぐらいの選手が揃ってるみたいな、そういうなんかイメージかな、今大会のクロアチアは。そうだね、うん、ただでもなんかこのドイツとスペインってやった日本のことを考えると、多分モロッコよりはクロアチアの方がやりやすそうな気がするんだよね。モロッコの方がやりづらそうで、うん、モロッコみたいなチームの方が日本は多分そうだね、うん、なんかハマるんだろうな、ヨーロッパのチームと日本ね、うん、うん、
っていうのはなんか思うから、まあ、可能性は十分あるかなと思うんで、まあ、ただ、板倉が、累積で出れないので、でうん、はい、そこ、まあ、冨安が大丈夫そうだから、そこは安心して、思ってますけど、まあ、あと、4バックでスタートするのか、スペイン戦みたいに3バックでスタートするのかっていうところは、ちょっと見物かなと思いますけど。酒井宏樹の怪我がどうかだよな。そこですね。うん。そこですね。やっぱり、こっから上目指すってなったら酒井宏樹選手は確実にやっぱいてほしいところなので。でも長友右もできるよ。まあそうですね、うん、FC 東京とかでもやってたんで、うん、できないことはないと思いますけど、まあ山根選手がファーストチョイスになっていくんじゃないですか。あ、そうか、山根がいるんだ。そうそうそう、まああるいはそういう考え方じゃなくて、そのスペイン戦みたいに3バックでウィングバックに伊東純也みたいな、うんうんうん、まあそれも一つのまあ案ではあるんで、まあちょっとその辺がどうなっていくかはまあ当日まで分かんないですけど、まあとにかく楽しみだなと思うんで、新しい伝説を作ってほしいなと思います。これなんかクロアチアに勝ったらいよいよ優勝見える、ちょっと見え始めるね。そうですね、だからそのね、次のベスト8のところで、まあブラジルと当たることになるのか、うん、違う展開になるのか、そこはまだ今夜の試合次第でまあどうなるか、ちょっとまだわからないところもあるから。でもまだね、わかんないんですよ。ブラジルがまあ1位通過硬いとは思うんですけど、万が一カメルーンが勝っちゃったりとかして、うん、で、スイスが勝ったりすると、うん、得失点差次第でスイスが1位になる可能性があるんで、うん、そうなんですよ。確かに。そう。だからこれで万が一そんな奇跡が起きて、うん、ベスト8で当たるのがスイスみたいになったら、うん、日本的には多分ブラジルが来られるよりはやりやすいと思うんで。そうだね。スイスの方が。うんうん、そうなったら、本当にベスト4以上、決勝とかも見えてくるのかなと思うんですけど、うん。うん、ブラジルにやっぱ何せよね、勝ててないんでね。でも親善試合あったじゃん。はいはい。あれ結局 PK だけだったじゃんか。まあそうですね。あれ親善試合だったけど、あれ結構ブラジルぼちぼちのギアでやってたと思うんだよね。うんうんうん、あれ日本、あれも日本必死で守ってたじゃんか、うん、似てないだってドイツとスペインの試合。まあ確かに。そう。そうね、もしかしたらもしかする可能性はあるよね。まあね。あと、ネイマールが怪我してるっていうのもまあワンチャンありますよね。うんうんうん。うん、そうね。優勝とかしちゃったらもうどうしよう。やばいことになるよね。これはやばいですね。うん。マジ、優勝した日祝日にしてほしいわ、本当に。優勝したら祝日じゃない。ねえ。いつだ予定では12月の、本当に12月の19日かファイナル。俺の誕生日の翌日じゃん。あ、そうなんだ。うん。そんなんとか言わないでくださいよ。聞こえてますよマジで。そうか。いや、ね、すげえな。そうなったら面白いな。そうだね。うん。19日とか、そうだ、誕生日の本当に24時ってことだ俺の。そうすると向こうで上がってくるのがオランダかアルゼンチンなんだよね。うん。うん。ベスト4がですよね。そうそうそう。わかんないですよ、ここもまだ。これもわかんないね。アメリカがいいサッカーしてるからな、オランダ。いやね、今大会マジでね、読めない。うん。うん。読めないんだよな。モロッコ、スペインとかも俺結構面白い試合になるような気がするし。面白い試合になるね。うん。うん。あとね、フランス対ポーランドは多分フランス勝つな。まあ、あの感じだと、まあ勝つでしょうね。うん。うん。あと、イングランド、あ、怪しいよ、これ。いや、もうね、怪しいんですよ。セネガル勢いついちゃったから怪しいよこれ。怪しいんですよね。まあでも、まあでもです、まあでもです、言ってくれると信じたい、うん、そうね。うん、決勝戦でイングランド対日本とかなったら俺もうどっち応援していいかわかんねえから、マジ気が狂いそう。ほら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 、それそれそれ、わかる、その気持ち。いやだからわかりますって言ってたじゃん、わかりますよって言ってたじゃないですか。みんなさ、なんか言うけど、ほら、それなんだよ、それ。だから、めっちゃわかりますって。でも、その、レイジさんのドイツと、俺のイングランドだと、もうその、優勝回数とかも違うから、また違うんですよ。いや、でも、だよ。そう、まあ、わかりますよ。でも、ドイツは、また多分、近いうち決勝戦とか行けるから、みたいな。イングランドなんてもう、母国開催の1966年から主要タイトル何も取ってないんですからね。いや、まあね、まあ、そうだけど。そう。とかもあるから、まあもう考えたくもない、そんな決勝戦。だから、じゃあ今回のグループリーグでイングランドがドイツだったらどうなる？そうですね。
いや、もうそしたら、半分に切って、半分イングランド、半分日本代表のユニフォーム自分で作りますわ。俺もそうすればよかったわ、もう。そう。でも、だとしても、まあ、どっち応援するかすげえ悩むなーってなりますね。うん。まあまあまあ、でも。まあ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 、どうなるかわかんないけど、ちょっと、これ、そうですね。これはね、ベルギーも敗退したし、デンマークも敗退したので、うん、もう、ほんと悲惨、なんか、こっからは一緒に日本を応援しましょう。ああ、そうね。その態度は非国民って言われますよ。日本を応援するっていうか、なんか、いい意味でもう日本をフラットな気持ちで見れるようになってるなっていう。ああ、そういうことね。そうそう、いい意味でね、わかる。いいじゃないですか。日本頑張れっていうんじゃなくて、客観的にどういうふうにやって、うん、もちろん勝ったらそれはすごいことだし嬉しいけど、どういうふうにやっていくんだろうなってね。うん。なんか、いい意味でそう、まあまあ、冷静にもう今、なんか、見れる、こう、なんか、そういう心境になってしまったから、変に。オッケーです、うん。まあ、とりあえず、血尿を早く治してくださいね。それだよ、ほんと。はい。体気をつけてください。ということで、今日はその辺にしておきましょうか。で、ワールドカップが、終わった時に、また全ての総括で、まあ、日本代表の、細かい話とかも、その時にまたしようと思うので、またよろしくお願いします、その時に。ということで、ひとまず、お疲れ様でした、レイジさん。本当に、はい。焦燥感というか、喪失感というか、虚無感、すべての感が一気に襲ってきた一日でした。お疲れ様でした